走ってきた人はセーフ。その言動がアウトです。こいつ横チョップに親しみを感じ始めているな。男子ってずるいわよね。誕生日のお祝いとともに謝罪の気持ちを伝えたい。こんにちは、ブランドーと申します。はい、前回はおそらく魅力を上げたことによってコウ君の好感度がトップに躍り出たんですが、ほうほうほう、印象破壊画面とフリマ、なるほど。とりあえずずっとデートに誘ってなかった現在2番手同じく有効の状態になっているルカ君電話をかけてみたいと思います。はい、はい、もしもし。お、もうすでにここから変わってる。えい、あ、ルカ君、広瀬だけど今大丈夫？平気、ぼーっとしてただけだから。どうした？はははは、塩気が和らいでいる。とりあえず、平日はバイトをしてたら困るので、日曜日に誘おうかな。はい、ルカ君はどこがいいんやろうな。動物園も場所によってはスリリングと撮ってくれるかも。え、はい、行こう。いいよ。待ってるね。俺もワクワクしながら待っちゃおっと。そんじゃね。お、待つって言ってる。お、もしかしたら遅刻しないかも。お、おほ。あ、で、次は好感度が一番低い設楽先輩に電話したいと思います。はい。設楽です。あ、まあ、態度はいつもと変わらずです。どうも。もう、設楽先輩はバイトとかしてないやろ。あ、設楽先輩、印象派絵画展とかどうかな？え、どう？なんで？あ、このなんではイエスですね。英語。ああ、さすがにまだ寒い。お、ちょうどいいのでは？クリオネティに反応してくれるかな？あ、相変わらずだな。行くぞ。おい。おい。あ、まったくもう。どうした？お前のその遅刻癖はいつになったら治るんだ？お？俺は青いハートが出ると分かっていてもこれを続けるからな。横チョップだ。やめろ。え？めちゃめちゃ喜んでる。あれ、青いハート出なかったな。なるほど。こいつ横チョップに親しみを感じ始めているな。お前もそういうの着るんだな。本来自分では選ばないんですけどね。この服ですか？ああ、俺も似たのを持ってる。割と好きなんだ。設楽先輩はクリオネが好きと。なるほど、水族館連れて行くか。設楽先輩ってこのブランドが好きなんだ。このブランドはどこのブランドなんやろな。ジェスか。さて、どんな展示だ。入るぞ。お、やっぱり。どうした？期待しているな。好きな場所だな。普通のあの常設も好きなんかな。早く見たいね。ちゃん。機嫌？さあな。自分でわからないの。山菜締め。印象派か。あ、このネモネも日本に来てたのか。ネモネさん、なんか既視感のあるツピカラみたいな絵を描くんやね。ふむ、これはなかなか色が鮮やかで綺麗。印象派といえば音楽もですね。ほう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 、これは設楽先輩に。いや、でも待てよ、設楽先輩あんま音楽の話したくないんかな。むずいな。でもこれ
ふむ、これはなかなかもなんかちょっと微妙なんよな。お前にわかるんかって言われそうな気がしている。ちょっと音楽のこと触れてみるか。ちょっとこっからこれを選んでいいかどうかの指針にもなるしね。印象派といえば音楽部ですね。え無理に音楽につなげなくてもいい。なるほど、これはまあまあ、おう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 、なるほど、嫌でもないけど、なんか変に気使うなぐらいの感じかな。なんだよ。ああ、なんかすいませんね。でもほら、後ろで流れている曲、悲しい曲、別れの歌流れてる。もうショパンの別れの歌が流れてる。演技が悪い、帰ろう先輩。ほら、もう帰るよ、ほら、ほら。いいぞ、別に。あ、別れるなんて言わないで先輩。もう帰っていいか。すぐ別れようとするやん。私絶対に別れないから。簡単に諦めると思わないでよね。なんだよ。今後も絶対デートの選択肢間違えるけど、俺は諦めないからな。もう帰るぞ。さすがに帰りたいよな。でもまた誘うからな。じゃあ。ちょっと次は同じく好感度が有効になったコウ君を誘ってみたいと思います。はい。こちらは留守番電話サービスです。なるほど、コウ君は水曜日にバイトが入ってるんやな。ただいま電話に出ることができません。ご用の方はメッセージをどうぞ。ご丁寧にどうも。あ、コウ君はこれ自分で入れないタイプの人。もちろん入れます。コウ君はライブハウスとか好きなんじゃないでしょうか。真っ赤。さあ、電話待ちましょう。もしもし、コウ君？俺だ。留守電聞いた。どう？その日は空いてんな。やっぱちょっと、塩辛さがマイルドに。待ってるね。はいよ。そんじゃよ。おー、めんどくさくなーい。あ、この連休はちょっとデートに誘いたかったので、そちらに費やしたのですが、勘のいい方はすでにお気づきかと思うんですけど、今5月なのに、後輩枠が現れてないんですよね。で、このコンビニのバイト、おそらく4月だから出てきたんじゃないかと思っております。というのも、4の後輩枠である氷室くんのバイト先もこのタイミングで出てきてるんで、おそらくこれもそうなんじゃないかと思うんですが、ただ、僕が知る限り、ちょっと2はわかんないんですけど、少なくとも1と4に関しては、後輩枠って強制的に出てくるはずなんですよ。でも今回出てきてない。これが、もうそもそも先生枠と同じく後輩枠がいないのか、今回他のキャラクターと同じように、特定のパラメータを上げることによって出てくる。または高熱を出して幅学の入試に失敗して、羽ヶ崎学園に入学していて、バイト先でしか会うことができないが、このあたりなんじゃないかと予測しております。ちょっとですね、今週本当はあんまり行楽良くないんですけど、勉強、芸術、運動に対応している男子はすでに出てきているので、出てくるとしたらこの流行か魅力なんですけど、魅力は数値が低いから出てきてない可能性はあるんですけど、少なくとも4月に使ってるので、ちょっと実行してないこちらの流行を試しに使ってみたいと思います。ちょっとこれでダメだったら、来月くらいに行楽が良くなったタイミングで試してみて、ちょっとそれでも出てこないようだったら、コンビニバイトに転職したいと思います。多分もしいるんだとしたらコンビニで受注枠出てくるので、
だとしたらちょっと他に出てくる方法があるのかを調べてみたいね。あ、ういお、ルガ君がいてくれるな。あー、流行もちょっと低いのかな。それとも、コマンドじゃ出てこないんだろうか。とりあえずデート行こうか。あー、ルガ君。滑り込みセーフ。そうなん？アウトです、アウトです。走ってきた人はセーフ。その言動がアウトです。もう。ごめん。ほら、行こ。謝るんかい。何？走ってきてもアウトはアウトです。それがまかり通っちゃったら、野球界がひっくり返ってしまうよ。横チョップだ。うん。俺も仕返す。覚悟。仕返される言われはない。お前こそ覚悟しろ。なんちゃん、その格好。やばい。好きな格好です。え、超ストライク、すげー似合ってるし。ストレートに褒めてくる。いいね。そっか、普通のナチュラル初めて着てきたよな。ルカ君に褒められちゃった。この服にしてきてよかった。そやね。最近よく見るね、その色。お、何が流行ってるやろな。あー、この色、今シーズンの流行色だって。そういう色も似合うんだ。やった、新発見。ほほほほほ、俺の似合う色は何色なんかな。ピンクかな、茶色かな。褒められちゃった。あ、どっちだ。ワンニャンハウス。はー、どっちかな。スリリングが好きなルガがライオンが見たいん違う？何悩んでんの？ほら、早く行こう。なるほど、悩むまでもないライオンを見よう。そういうことかな？ん？きっと危険な動物が見たいんやろな。カバとか、ライオンとか、見たいんやろな。ちょん。太陽が透けて見えるんだ。ほう。赤み色ってこと？ほうほうほう。動物園か。あ、あれ？あ、でも目がすごい、もう好きなのかも、この目は。ガイドの通り行ってみよう。早く早く見たい。とりあえずカフェで休憩。ほうほうほう、この目を知ってるってことはおそらく休憩じゃない方が良さそう。うん、そしてルカ君は多分レールの上を歩きたいタイプではないので、これじゃないか。早く早く見たい。うい。分かってる。一番人気のゾウのミナコだろ。こっちだ。ゾウのミナコ。お？ゾウのミナコいるのまだ。おお。バッチリゴイジュー。ん？ゾウも強いからね。危険な動物やからね。地上で一番強いとも言われたりすることもあるぐらい。強いからね、ゾウは。そして危険やからね。好きなんやね。あー。ルカ君は、紐の長さが違う。気になります。ちょい。あ、ごめん。何？ちょっと紐の長さ、整えたろうと思って。やっぱお前最高。毎日こういう日ならいいのにな。反応が良くなって嬉しいです。送ってくれるんやろ。送ってくれるんやろ。あ、手つないでいこう。ちゃん。まだ帰りたくない。そんな感じ？あ、いや、送ってほしいなって。さて、ヒロインを家まで送り届けるか。ヒーローだからね。ヒーロー。そしたら俺をヒロインと呼んでくれる。何？分かってるな。君分かってるな。分かってる男子が現れました。やっと分かってくれたな。時間がかかりました。じゃあ手つなご。うい。まだ全然疲れてない。あははは。じゃあ手つなご。あ、ありがとう、送ってくれて。ん？送ってくれてありがとう。ちょっ
感謝の気持ちを伝えよう。感謝の気持ち、やっぱ肩ポンかな。ポン。うん、今日はバイバイだ。ありがとう。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。おほほ、俺何も言ってないのに俺のありがとうが聞こえたのか、ついに。おうおう。おうおうおうおお。なるほど、この二人かなり拮抗してるんやな。今5月10日なんですけど、1週間でコウ君がトップの座を下ろされたな。じゃあ来週はコウ君とデートなんで、桜井兄弟のデッドヒートの始まりですよ。あ、さすがに行楽は今無理なので、手芸部で流行を上げていこうかな。お、は今後ワイルドが好きな男子になると思うんで、多分セクシーもいけるはず。あ、ちょっとこれで行ってみよう。お、コウ君はもう来てる。ただごめんね、待たせちゃった。まあな。あれ、怒ってるよね。もともとこういう顔だ。行くぞ。お、うん、許してくれている。おおお、でまたまたベアルク。おお、俺たちこの服好きやね。正直言うと俺は別にこの服が好きなわけじゃないけど。あ、ちょん、特別鍛えてね。もともとだ。あ、そうなん。まあ、でも鍛えてても鍛えてなくても服が強そうやね。あ、お前の服俺のと似てんな。前回と同じ服だよ。俺たちペアルックやね。ば、ふざけんじゃねえぞ。前回と同じ服だよ。俺は下取り替えたけど、コウ君同じ格好なんじゃないの。ま、男子は同じ服何度着てきても何も言われないからね。男子ってずるいわよね。こっちだ、はぐれんなよ。おほほほ、この慣れた感じ、やっぱ好きな場所なのでは。ついてんな、いいポジションだぜ。あははは、やっぱ慣れてる感じ。ほんと、運が良かったね。どうした。運が良かったね。どうしようかな。ここ、目なんやね。目に手がついてるね。ちょん、タッパンだろ。あ、そうなん。コウ君何センチある。お、始まるぞ。あ、あれ、これは9年後と同じ人たちか。へぇ、どいつもこいつも。なぜ怒っている。すっごく良かったね。まあこんなもんだよ、うるさいだけだったね。うん、これ誰に向けて言ってるんだ。演者さん、お客さん。でも9年後も今も多分出てる人あの人たち一組だけなんよな。あれ同じバンドやろ。あの4でもボーカルの人つなぎ着てたし。なので複数に対して言ってるってことは、まあお客さんに不満があるんかな。多分バンドに対してではないと思うから、よかったねでいいんじゃないかな。すごくよかったね。うい、そりゃよかったな。とっとと帰ろうぜ。納得いってない。ちょっと違ったんやな。これから関係を育もうとしてたのにこんなことある。え、どいつもこいつもって何、なんか気に入らなかったってこと。もうバンドが気に入らなかったやな。好きだと思ったのに。ダメな時はダメよ。ああ、ちょっとだけ前向き。これを塩辛い時期に出したら何を言われたんやろ。俺は立ち直れなかったかもしれない。ちょっと、今立っちゃダメやな。ぼちぼち帰ろうぜ。そうやね。送ってくれるの。
そっか、最悪な衣装だから送ってくれないんやな。やってしまったな。あ、ちょっとさすがに寝よ。コウ君の誕生日、お、これはいい時期に誕生日が来てくれました。ちょっとお誕生日のお祝いとともに謝罪の気持ちを伝えたい。いやー、喜ぶプレゼントが渡せるといいんですが、ヴィンテージバイクのエンブレム、アメリカンナンバープレート、アイブロウ、お渡したいですよ、アイブロウ。書き足せばいいのになって思いますが、まあ、これは怒るやつ。上の2つのどっちか。いや、これはもう、どっちでも喜ぶと思うけどな。ただ、ピンときたのはこっち。ヴィンテージバイクのエンブレム。もう、この2つはもう噛んでいくしかないよな。絶対どっちも喜ぶし。あ、行こう。ういっ。カーク。ユウ。あ、はい、これ誕生日プレゼント。お、なんで嫌そうなの。カーク。今日か。忘れてた。ああ、忘れてたんか。ねえ、開けてみて。おお。おお。どうかな。なるほどな。うーん、ダメだった。上出来だ。あはははは、そうか、これ前回と一緒か。お、ちょっとあんまり記憶になかったから。あははは、これバッチリじゃないか。本当。ああ、俺のコレクション棚に追加だ。お、そうだ、これ前回と同じこと言ってる。あははは。おー、なるほど、こっちだったか。ただ、正直あれは運だな。どっちもありだと思ったもんな。アイブロウ以外。はい、本編で選ばなかった気になる選択肢を見てみようというおまけのコーナーです。あ、今回は一番下がまあまあだったんですが、どっちかわからんな。もう上からいっちゃいましょう。うむ、これはなかなか。うい。なかなか。なんだよ、いいのか悪いのか。なるほど、これちょっと嫌な予感したやけど。なるほどね。え怒るんやね。余計なこと言わなくてよかった。絶対お前に何がわかるんだみたいなスタンスで来るのは予想できました。確かに俺はネモネ知らんけど、これは俺の知ってる世界線の絵画によく似ているよ。なかなかのツピカラだなぁと思いますよ。お、ということはこれが一番いいのかな。ほほほ、なるほど。まあ、素直に綺麗っていうのがまあいいと。ほほ、色が鮮やかで綺麗。うい。ああ、そうだ。それがこの時代の特徴だからな。ほほほほほ、なるほど。設楽先輩は絵画とかに造形が深いのかな。これバッチリか。撮りたかったな。どうした。ああ、間違いでタッチしようとしてしまいました。設楽先輩でバッチリが撮れるとあまりに嬉しくて。危ない危ない。まあ、設楽先輩はマジでバッチリ撮るのむずいな。人の倍デートしないと好感度稼げないだろうな。本編では最低評価である印象最悪を取ってしまいました。ということはまあこれなのかな。じゃあこっちから行ってみようかな。まあこんなもんだよ。うい。まあな、ガキの遊びなんだろ。おお、まあまあか。あははやっぱ一番下かな。うん、じゃあこれが一番評価が高いと。うるさいだけだったね。うん、でけえ音で大声出したらロックだと思ってんだろうな。おうほうほう、相当気に入らなかったよな。
いい感じ。なるほどな。この場所刺さってないんやな。ロックとか好きかなって思ったんやけど。もう2回目とかできたら当たりのバンドを見つけて機嫌良くなったりするって展開あるかな。でもあのバンド向こう9年、いや、15年はここで演奏してる人たちやからな。しかもその頃は結構評価高いんやで。でも今の彼らしか出ないとしたらもうここは来ない方がいいのだよ。12年後に連れてきたいな。自己紹介もなく拉致られるとこでした。ちょっとあざとさを感じる。俺は結構不安あるけどな、この人。そしてすげえドヤ顔、クルリンパしたな今。その忘れ方ちょっとリアルに心配になるんだけど、俺と仲を深めることを仕事と捉えてるみたい。俺は先生のことちょっとうさんくさいなって思ってますけどね。